一発合格テレビの岡です。今回は令和3年度社労士本試験選択式本試験の総括と対策、こういったテーマでお送りしたいと思いますね。そろそろ皆さん今年のですね本試験のね心身ともにね疲れ、こういったものが取れてるでしょうか。そろそろですね今年のね本試験の振り返り、しっかりやってもいいかなという時期にね入ってきましたので、この動画公開していきたいと思います。実はですね今現在ですねこの動画を撮ってるのは今年の8月の24日つまり本試験が終わってたった2日しか経ってない時期です。ですから今ねここでお話しする中身っていうのはまだね各学校のね、正式な公表みたいなのも揃ってない段階です。今日お話しする中身っていうのは個人的な見解をお話をしていきます。正直なところをね、お伝えしていきたいなと思っています。でその中で題名にもある通り対策というところまでね少し触れられたらというふうに思います。そんなにね長くならない動画になると思うので、ぜひですね、この動画見ながらですね選択式本試験振り返っていただければと思いますので、ぜひですね今年のね第53回ですね選択式本試験を目の前に置いてですね聞いていただければと思います。それとですね、ここにもある通りですね、もともと選択式の考え方としてね、2つの三角形理論というのをね、唱えています。ですから、今回の問題もですね、細かくですね、一つずつですね、この知識っていうのは、いわゆる土台となる台形の部分に当たるのか、それともトップの三角形の部分に当たるのか、そういったところの指摘もね、ぜひしっかりとしていきたいと思いますね。参考にしていただければと思います。それでは始めていきますよ。はい、それではね第1問目から見ていきたいと思いますね。問いの1番は当然労働基準法と安永法です。まず形を見てもらうと、もうこれずっとね従来通りですね、 ABC が労働基準法で D と E が安永法で、 D と E はね別々のね規定になっているという形ですね。しかも労働基準法はですね条文的な問題が1つと、あとは判例で2つ穴がついているというね、形的には従来のね形式でした。で1番は、いわゆる、基本的な条文16条というところから問われています。ここに、抜かれているところは条文ではないですけど、これも全然ね択一的な理解で、解けたということで、ここはね A のところは当然土台となる台形の知識で確実に得点できるところということになりますね。ですから第1問目がこれでしたから、非常に今回落ち着けたと思いますね。最初出だしはね、続いて判例だなとね、ある程度分量のある判例ですね。でこの分量判例ですが、この内容はねもう読んですぐね気づかれた人も多いと思います。国際自動車事件ということで、これは私もね、予想してたところですし、私の問題集ではもちろん取り上げてるところですし、またもしなんかでもね、これ取り上げられてたので、もう全然ねそこが出てるなっていう形だったと思います。ただですね、抜かれてる B と C のところがですね重要なキーワードが抜かれてるというわけじゃないんですね。ただね、B のところはですね、いわゆる割増賃金の賃金というところで、これは B のところはね、落ち着いてね、見てもらったら入れられるというふうに思います。問題集でも当然私も載せているところですね。ただですね、この C のところですね、これまだ C まで伸ばしてですね、C のところをわざわざ抜いたのどうしてかなというね、これはそこまで見てない人多いからっていうね、ところもあったのかなというね、いうぐらいですね、なかなかここなんで抜いたのっていうね、言葉が抜かれてるので、はっきり言って C は入れにくいです。国際自動車事件、当然予想してた人も多いと思いますが、C のところまで見てなかったっていう受験生多いと思うので、私はここはね、入れられなくても、気にしなくてもいいかなという気がします。で D と E 安永法の問題ですね。 D のところ、これはね択一ではもちろんあんまり見ない条文ですが、選択式対策つまりトップの三角形として必ずね注目しておくべき条文ですよね。ですからこれはですね確実に取らないといけないということになると思いますね。そうすると D が取れた段階でですね、今回の問題は ABD で取れますから、固いクリアができるかなというね、そんなイメージ。で E のところ、これも最近ずっと傾向一緒なんですけど、安永法の2問というのは1つが基本的な条文で、もう1個がねちょっと細かい規定、なんやこれっていうね規定になってます。今回もそれですから E のところは落としてもいいということになりますね。よって合計としては今回のね問いの1番は、3問から4問は確実に確保できるので、基準点当然クリアできる問題ということに、なろうかと思います。問いの1番は以上ですね。続いて問いの2番いきますね。労災は
一つ今年ポイントになるんじゃないかなっていうふうに思われてたところで、大きな改正が入ってますから改正点が問われるかなというところで、まあ、予想通りですね、改正点が問われました、ね、複数事業労働者の定義、あとは複数業務要因災害で抜かれているのは所轄が抜かれましたが、 A と B、 これはですね、改正の基本的なところで絶対ね問われるところ、出てくるところなので、ここは確実に得点したかったところですね。もしこれが得点できてない人、知らなかったとかね、分からなかったという人は、やはりですね、直前期資格学校のですね、ちゃんとした法改正講義きちっと受けられた方がいいと思いますよ。そういう資格学校でね、そういう法改正講義しっかり受けた方は、まあ、A と B はね確実に取ってくるという問題になります。で、 C はですね、マジかっていうぐらいの基本的なところです、ね、これも確実にね、まあ、いわゆる土台となる台形の部分で、確実に取れるところということですね。今回の問題 ABC で確実にもう3点クリアなんですね。で、3番目、これはですね、遺族保障年金の受給資格者が問われている。まあ、これも超基本的なところ、もう条文まんまですね。まあ、D のところをね分かれてますが、受給資格者だと思うんでね、この条文ね、そのままなので、まあ55歳でいいのかなと思いますけどね。まあ D も E もですね、これも確実に入ると思います。労災は数年前までは非常にねびっくりした出題が続いたんですけど、本当にね出題者変わったんだと思いますね。非常にまとも、非常に基本的な、言うなれば雇用保険と同じようなね出題になって、本当にまともな出題をしてくれています。よって今回のね労災の問題、4点から5点は確実にね取れるので、基準点クリアできる問題ということになると思いますね。それではね、問いの3いきますね。雇用保険ね、雇用保険は基本的な出題がずっと続いています。まともな出題という感じですね。で、今回の問題はですね、1番がいわゆるね算定対象期間の延長、これも全く問題がないね。もちろん土台となる基本的な知識ということで、特に選択式対策じゃなくても当然 A と B 確実に得点できるところだと思いますね。で、2番はね、これはいわゆるね求職活動の実績というね、確認をする実績の話なんですね。ここのところはですね、規定としては細かいと思いますが、択一のね、まあ、7割ぐらい取れる人であれば十分準備しておく、いわゆる支給認定日までに求職活動実績原則2回必要ですけど、今回1回のところが問われました。あと3回もありますよね。まあ、この辺は必ず整理しておかないといけない基本的なところということになるので、この3問 CDE もですね4択でもありますしね、今回は確実に得点ができただろうというふうに思いますね。土台となる基本的な知識ということになります。ですから今回雇用保険ね5点満点取れたっていう受験生、正直多いと思います。今年もね確実に3点から5点は確保できて、基準点クリアできる問題ということになろうかと思いますね。問いの3も以上です。はい、それでは問いの4番いってみたいと思いますね。労働一般常識です。まあびっくりしましたね、この出題はね。まあ助成金ということで、雇用保険ね、私の授業なんかでもね、まあこの動画でも言ってたと思いますが、まあ、最近ね雇用保険の択一式の出題で助成金がね出題されてたっていうのはね、やっぱこれ気になってたところなんでね、まあ、その辺は授業でも指摘してるしね、確認しておいてくださいみたいなところはねお話しする講師の人はたくさんいると思います。実際ねその助成金がですね、まあ、雇用保険でですよ、ね、選択式で問われる可能性っていうのはなかなか低いんですよ。やっぱり雇用保険選択式まともな出題ですから、でそういう意味でもですね、なかなか正面切ってやっぱ助成金ね勉強しないということはやっぱ多かったと思うし、で今回はですねそれが老一で出たっていうのがね、やっぱりちょっと想定の範囲外だったと正直ね、思います。まあ、悔しいというかね、悲しいというか、正直そんな気持ちです。で、まあ、今回の問題ね、はっきり言ってですね A のところも間違えた人多いんじゃないですかね。私もですね実際この問題見た時にですね、これね3番じゃないかなと思いましたね。私就職氷河期ギリギリ政府世代なんで、それ考えるとねちょっと3じゃないかなと思ったんですけど、4だったということで、これもちょっときついなと、はっきりね。で、まああと BCDE もね、まあこれもね後付けでね、こういう風に考えたらいいですよっていう解説もあるかもしれません、この後ね、うん、ですけどそういうの大嫌いなんでね、まあ、正直に言わせてもらうと、まあ、B のところね60歳超だから60歳超の助成金だってね、これはねもう本当ね悩む、本当4択なんでね、最終的には私も1にしたかもしれません。全然わからないですから正直ね、なんでしたかもしれないけど、それも本当結果論でね。で、まあ、C なんかももう全然知らなかったら全く入らないと思いますし、 D なんかもですねこれ60歳以上の高年齢者、まあ、別の意味の話がありますけどね、特定求職者っていうね、まああれイメージすると特定求職者じゃないだろうっていうねイメージが出てきますから、どうしてもですねこれ ④ 番選べないですよね。
で、E のところもね、びっくりしました。私だったらね、やっぱりね、45歳以上入れる。なんでかっていうと、まあ、高年齢者雇用安定法でね、中高齢者って45歳以上なんですね、あれね。なんで、それも考えてこの問題出されたんだったら、もっと意地悪ですけどね。いうことなので、まあ、はっきり言ってこれ1点取れたらいいかなっていう、正直。まあ、これはもうこれ以上私も言いませんけどね、この動画でね。ですが、ね、まあ、今後対策としてはですね、もう明らかにね、来年からまたね、助成金というのも一つね、整理しないといけない、抑えておかないといけない項目っていうことで、明確にね、捉えられるようになるだろうなというふうに思いますね。まあ、去年統計がね、あれだけ出た通りね、明らかにですね、まあこれもずっとお話、この動画でも言ってると思いますが、まあ本当裏を書こうというね、そういう出題なんですね。もうみんなが知らないやつ、びっくりするやつ出しますよ。ね、それが傾向なんで、もうちょっとその残念なね、悲しいちょっと傾向になってます。まあこれはちょっとね、あの3点確保は私は絶対難しい出題だと思いますね。問いの4番は以上です。問いの5番入りますね。社一。で、社一についてもね、ちょっとこれ注意が必要ですね。社一もね、法律が結構まともに出るっていうのが最近の傾向で、まあ、いろんなテーマが出てくる。1番はね、当然あの国保、いわゆる都道府県と国保のね、あの費用の流れというところでね、A はやっぱ基本的なところなのでね、一番重要なキーワードなので、A はやっぱ入れられないといけないんですよ。だけど、B はね、結構入れにくいんですよ、これ。この条文を選択式としてきちっとイメージしてないと、B ははっきり言って入れにくいと思います。選択で最後時間かけて正解できた人いると思いますが、 B は入れにくいです。これはまあ私としては入れなくてもいいかな。で、2番はこれはね、ちょっと最近ね、繊維保険の保険給付も細かく聞かれていて、まあ、通常非保険者に対して支給するものが、このやっぱ行方不明手当金をね、被扶養者ということでね、死んでませんからね、まだ遺族とかそういう話にはなりませんよね、死んだかどうか分かりませんからね、ですから、まあ、被扶養者というのはね、これはもう当然意識しておかないといけないところということになると思いますね。 C のところは、まあ、択一レベルというね、土台となる台形の知識だというふうに言わせていただきます。あとは3番と4番ですね。これ困りました。3番は昔確か択一で出た条文なんですけど、これね、8条の2項までだったら大体テキスト載ってるんですね。大体3項はあんまり載ってないですよ。非常に細かいところが聞かれているということで、まあ15っていう数字が珍しいから、それだけ狙われたということですが、これは択一7割程度のレベルの人でも抑えてないレベルなので、最後のテキストの読み込みでカバーできたかなというね、そういったところの知識。E もそうです。E もちょっと意地悪なんですね。実は確定拠出の方がね、今年脱退地金改正されましたから、受験生ね、確定拠出の脱退地金きちっと抑えてきてると思いますね。で、今回出たのが確定給付の脱退一時金なんですね。これも当然それを分かって出してるっていうのがもうありありなんでね、ね、見た瞬間に嫌な感じがしました。これも通常択一ではあんまり抑えないレベルなので、テキスト読み込みでトップの三角形の知識ということになります。よってね、この実はね、社一についてもですね、 A と C は取れないといけませんが、あとですね、 B と D でね、確実に1点取れないといけないので、結構きついと思いますね。はい、2点から3点なので、私は今回ね、この社一についても基準点ギリギリ問題じゃないかなという気がしますね。まあ B が取れたらいいんですけどね、 B はなかなかね、予想しててもなかなか嫌なところが抜かれてるんですね。問いの5番は以上です。で、問いの6番入りますね。問いの6番は健康保険ですね。健康保険もちょっとね、怖い科目、対応が難しい科目ですけどね。まあ、ただ1番、A のところ、特定保険、これは基本的なところ。で、特定保険料のところのね、この中身がね、条文が聞かれるっていうのは十分想定できるところなので、ここはですね、土台となる台形の知識と言わせていただいてもいいと思うんですが、ただ、B と C の穴のところは入れにくいですよ。これ本当悩んだと思います。で、結論で言うと、B、C、もし入れられなかったとしても、次の2番の問題がね、これは等級区分の改定の問題で、これの D と E はですね、もう典型的なところね、はい、基本的な一般的な選択式の問題集でも必ず出てると思うんですね。まあ、択一のレベルでも出てるということになります。ここ一回出たことがあるんです、選択で。実はね、だから厚生年金の方が出るんじゃないかって私も予想してたんですけど、まあ、それの裏を書いたようなね、この健康保険のまた2回目の出題というね、まあ、100分の 0.5 はね、変わってからは出てないですけど、まあ、ただ A、D、E が確実にね、取れる問題なので、まあ、今回ね、B と C はね、気分が良くてね、まあ、あんまり気にしなくてもよかったというね、結論にはなります。ここもね、3点から5点は取れるので、基準点ね、クリアできる問題ということになろうかと思いますね。問いの6番も以上です。はい、それではね、問いの7番見ていきたいと思いますね。厚生年金保険です。
まあ1番ね、まあこれはもう超マジかっていうぐらい基本的な問題ですからね。 A はもちろん土台となる台形の知識確実に取れます。で2番がですね、いわゆる交付金の問題なんでしょうね。あの択一ではねあまり見ません。これはねトップの三角形の部分に近い出題で、まあただね去年基礎年金拠出金が聞かれたので非常に似ているところが問われたなという気がしますね。 BC 入れにくいです、ね、結論で言うとこれ入れられなくても OK という問題でしたね。なぜかっていうと3番がですねめちゃめちゃ基本一括適用事業所の問題ですからね。これも絶対確実に取れる土台となる台形の部分 D と E のところねの知識ということになりますから、まあこれ ADE が確実に取れますからね。まあこれ本当にねこれも気分が楽でですね B と C は時間をかけてちょっと考えてもよかったということになりますね。厚生年金もちょっとね表紙抜けっていうねそういった問題で、まあ、確実に3点から5点はね取れるので基準点クリアできる問題ということになりますね。で最後ですね問いの8番見ていきたいと思いますね。問いの8番は国民年金法ですね、はい。まあ、これもちょっとどうかなと思ったんですけどね、まあ、1番2番とあってもう1番はね、うん、これ16条の2っていうのはもうずっと、まあ、平成16年改正からずっと見てきてる条文だなという感じがするのでね、それがそのまま問われているということなのでね、どの受験生も1回か2回は見たことがあるねところだと思いますから、そういう意味でね、まあ、ABC これはもう確実にね点が取れるかなという気がします。まあ、ただね若干 C のところはね間違えてる受験生がね、出てるみたいですけど、まあね ABC 問題なしと。 D と E がさらにですよね、うん、D のところもね、まあ、選択肢見るとね悩むかもしれませんが、金銭か金品というのがあったら面白いですけどね、それもないですから、まあ、あんまり悩まないですよね。 E のところもね、まあ、択一レベルということになります。ですから、ね、まあ、この回は ABCD 全て土台となる台形の知識、特に選択式対策じゃなくても OK よということなの で今回の国民年金も4問から5問確保ができるということで基準点クリアできる問題ということになると。で最後にまとめていきたいと思いますね。どうだったでしょうか今回の本試験ね。結構ね3点確実っていう問題が多かったようには思います。ですからそういう意味ではね良かったですけど、まあ、極端なねところの問題がやっぱありましたね。で、まあ、まとめねこちらに書いてある通り、私もね20年以上選択式の本試験ねしっかりと分析してますが、今年はね特に受験生の裏を書いた出題、あの受験生の裏を書こうという意図が明らかに分かるような出題が正直多いです。まあ、これが私が残念というか悲しいというねそういう出題です。で2番助成金ね、まあ、これはやっぱ抑えないといけない時代になったということで覚悟しないといけないですね。まあ、この一発合格テレビでもねちょっと直前になったら整理したいなと思いますけど、助成金までやらないといけないのかというねこういう時代です。であとは、ね、依然としてですねやっぱりね社会保険の科目は割と簡単な問題が多いんですよ、びっくりすることね。で基準点も下げてくれたりすること多いんですけどね、やっぱりね労働関係ねこれにはちょっとね難易度が高い問題が出てきたり基準点が下がらなかったりっていうことが多いですから、まあ労工射程、これ私が作った言葉ですけどね、労工射程の時代続いてるなっていう気がします。でやっぱりですね対策としてはですね、私もね常に言ってますが、あの本当に予想は外れますね、まあ、私予想してる人間が言ってあれですけどね、うん、ですからやっぱりテキストを、ね、しっかりと読み込んでいく、まんべんなく目を通す、そこまで、配慮できる、そういう受験生がやっぱ最終的には勝っていくんだなというのをね今年もつくづく感じております。考えてみていただければと思いますね。でまあ最後にね浪一社一どうなるってね、まあこれについてはね、まあ、正直ね何も言いません。私ねこれについては誰が何と言おうとですね合格発表までわからない話ですから、まあ、受験生としてはしょうがない話なんでね考えない方がいいと思いますが、私は浪一と社会保険甘いんで社一ひょっとしたらっていうね、まあ、そういう思いは正直あるのはあるんですけど、まあ、これはあの断言できないですしわからないというのが答えなので、まあ、これはちょっと正直考えなくていいですけど、十分同情に値すると思いますね。本当にねそれ以外でしっかり取れてる受験生、頑張ってる受験生たくさん私知ってますから、まあ、そういう人の1年間の努力考えるとね、まあ、今回も本当にちょっとね悔しい残念な問題があったかなという気はします。まあそうは言ってもですね、選択式対策もし来年に向けてまた頑張っていこうという方はですね、まあ、今回の内容をしっかりね分析して確認をして、ね、これ私の個人的な意見ですからね、参考にしてもらいながらですねご自身の選択式対策考えていただければと思います。今回は以上です。